方々と今日一緒にやるって形でね、あまりこう曲をやるわけにもいかないので、とりあえずステージはいっぱい立ちますので、最後はバスの歌を一曲、ボンネットバス出雲踊り高校です。ねえ、あれでしょ、富士に来て伊豆って名前あまり聞かないでしょ。天城とかさ、沼津ってね、聞くと思うんですよね。じゃあ行きましょうか、ボンネットバスです。行きますよ。伊豆の踊り高校
ございました。ね、ちょうどまたその変なことさっき実はですね、あの杉山社長が、あのこれカレンダーなんですけど、うちの会社のカレンダーだったんですけど、で、あの杉山フルーツで寄贈したカレンダーなんです。で、ここにね、ちゃんとモニュメントバスも乗っかってます。あの、どこだろうかな、これです。わかりますかね。ちょっとね、ちっちゃいんですけど、これがね、ボンネットバスです。ちゃんとね、杉山さんとかこれ大事にしててありがたいですからね。なかなかね、これね、今人気で手に入んないんですよ。またね、あのここに置いてあるので、またあのカレンダー興味ある方はあの見ててください。ってことでね、この後カラオケのお姉さんにも登場ということで、またあのちょくちょく出てきますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。